一パルミトイルマイナス2オレールマイナスグリセロールの構造ジアシルグリセロールとはグリセリンに二つの脂肪酸がエステル結合を介して結合した分子である。略称して DG または DAG と表し別名をジグリセギドともいう。右の図は一パルミトイルマイナス2オレールマイナスグリセロールであるがジアシルグリセロールには c 一位と c 二位の脂肪酸の選び方によって 多くの種類がある。モノアシルグリセロールもしくはジアシルグリセロールは油や水などの原料とともによく食品添加物として用いられる。商業的には牛や豚もしくは大豆やキャノーラなどの野菜から作られる。また化学合成によっても作られる。パン、ジュース、アイスクリーム、ショートニング、生クリーム、マーガリン、菓子などによく用いられる。 PIP2 の IP3 及び DAGA の切断は、細胞内カルシウムの放出と PKC 活性化を引き起こす。1、2SN ジアシルグリセロールは、イノシトールトリスリン酸と共にホスホリパーゼシーによる、シグナルのセカンドメッセンジャーとして働く。IP3 が原形質中に拡散してしまうのに、対して、ジアシルグリセロールは、素水性のために、細胞膜上に止まることができる。 また、IP3 は、活面小胞体から、カルシウムイオンをリリースするのに対して、ジアシルグリセロールは、膜上で、プロテインキナーゼ C を活性化させる。典型プロテインキナーゼ C アイソザイムは、IP3 によって濃度が上昇する、原形質中のカルシウムイオンによっても活性化を、受ける。12王テトラゲカノイルホルボール13アセタート、などのホルボールエステルは1。 n すえジアシルグリセロールのミミックとして働き、同様の作用を示す。ジアシルグリセロールは、細胞中で様々な機能を持つ。グリセロール酸リン酸ジアシルグリセロールの合成は、ジヒドルキシアセトンリン酸に由来するグリセロール酸リン酸が出発となる。グリセロール酸リン酸はまずアシル COA により、アシル化を受けてリゾホスファチジン酸になる。その後別のアシル COA が付加し、 ホスファチジン酸となり、脱リン酸化されて、ジアシルグリセロールができる。ジアシルグリセロールに、ジグリセリドアシルトランスフェラーゼが作用して、さらに一分子の脂肪酸が孵化し、トリアシルグリセロールとなることがある。ジアシルグリセロールは、ホスファチジン酸を経由して作られるため、飽和脂肪酸が C1 位に、不飽和脂肪酸が C2 位に来る。ありがとうございます。